やることは5つだ。そしてステップは2つある。前提として、面接ってエントリーシートプラスアルファなんだよ。サマーインターンって行くべき？どう動くべき？また悩んでるね。今度はどうしたの？就活？サマーインターンシップに参加するか悩んでて、参加すべきかな。そら行くべきだろ、みんな言ってるしな。おお、またなんか目的と手段が逆転してそうだね。え、そうなの？不安だな。そうだね、いつも通りノートで解説しながらサマーインターンシップの全体像について話をしていこう。まず、インターンを実施している人事の気持ちで考えよう。そもそも、なんで企業ってインターンしてるの？わかんないよ。そこから考えてみようか。ちょっと人事の思考を考えてみよう。企業 A に興味のない学生と興味がある学生の2つの学生に分けたときに、企業 A の人事だったらどう考える？どっちの学生も欲しいけどな。そうだよね、まさにそう考える。でも手当たり次第にエントリーしてもらったら困らない？自社に合う人と自社に合わない人がいるもんね。自社に合わない人に来てもらっても面接の時間とかはもったいないもんな。そうそう、だから人事は自社に合う人に出会う方法をいろいろ考えるわけだ。ああ、その一つの手段がサマーインターンっていう形式ってことか。そうそう、人事からすると一つの手段なわけだ。興味がない学生には振り向いてもらいたいし、興味があるかわからない学生には興味があるに移行してもらいたい。興味がある学生にはさらに好きになってもらいたいわけだ。じゃあサマーインターンはどこに重点を置いていると思う？興味がない学生に振り向いてもらいたいんだな。おお、まさにそうなんだよ。もちろん他の目的も持ってるけどね。なんでそうなるの？就活って早期化してるのは以前説明したよね。一番学生が動き出す数が多い山がサマーインターンの時期に動いてきてるんだよ。ああ、なるほど。だからこのタイミングで興味がない学生も多く含まれているから、しっかり知ってもらいたいもんね。そうそう。これって何の関係があんの？学生が知る意味あんのかよ。あるよ。サマーインターンに行くべきかという問いに関係があるからね。さっきの理論的な話を理解した上で、リアルな人事の感情を考えてみると、大きく3つサマーインターンを実施するときに思っている。実際の仕事現場にサマーインターンの内容を近づけて、仕事の出来を見てマッチする優秀な学生を採用したい。早期に就活を始めた層に適切な認知を取りたい。業界理解や企業理解をしてもらいたい。なるほど。1つ目はがっちり見極めようと思っているし、2つ目は見極めと振り向いてもらうのを同時にやりたい。3つ目は主に振り向いてもらいたいって意図がありそうだな。まさに。で、これって何が言いたいかっていうと、それぞれの思惑によって、一つ目は最終選考に限りなく近い本選考の山場になって、2ウィークとか2デイズから5デイズになることが多い。二つ目は企業への理解が深まると同時に、目に留まると本選考優遇パスが出る可能性もある。でもワンデーだと時間が足りないから複数日でやるよね。三つ目は説明会と変わらない企業も一部あるし、一日で事足りることも多い。なるほど。確かに本選考優遇パスがあれば、興味がない人でも選考を受けたいと思うな。一つ目の本選考の山場ってことは、他の二つと同じテンションで言ったらヤバそうだな。業務理解しに来ましただけじゃなくて、内定が出るかもって意識が大事かもな。これってどの業界のインターンがそれぞれ当たるんだよ？そうだね、一つ目は外資系の戦略コンサル、外銀、外資 IT、ベンチャー企業。二つ目は総合コンサル、IT コンサル、ベンチャー、商社とかの日系大手。三つ目は業界理解や企業理解がされづらい B2B 企業や金融とかの日系大手が当たるかな。サマーインターンの人事の意図は分かったけど、結局行くメリットって何なんだよ？そうだね、それも説明しよう。サマーインターンに行くべきかに関わるからね。大きく三つある。選考の経験値を蓄積できること、慣れているかいないかで大きく差は出るよね。あとは人脈や業界理解を得られる。人脈？参加者からおすすめのインターンや企業を教えてもらって、そこに内定をもらった学生もいるくらいだからね。なるほど。三つ目は内定につながったり、インターン実績で箔付けにつながったりする。箔付け？外資系コンサルなんかのインターンに参加すると、一定数の地頭があるって他の企業でも評価されることが多かったりだね。で、結局行くべきなんだよ。
サマーインターンには行った方がいいとは思うよ。でも、やたらめったに行くんじゃなくて、目的を持った方がいい。どのインターンはどの目的なのか、ノートに書いておくのもいいね。もちろん、参加する企業にはリスペクトは持ってね。でもさっき言っていたように、人事目線に立つと目的を達成できないインターンがあるから、最初に教えてくれたのか。そうそう。行くべきかどうかは分かったけど、インターンの内容はいまいち何やるか分からないな。まとめてみたけど、2ウィーク以上はさっきも言った通り、実際に行っている業務を一緒にやるよ。営業同行したり。社員と同じ業務ってことか、緊張するな。 2days 以上は新規事業立案が多いかな。グループになってテーマが与えられて、最終日に発表する感じかな。 1day はさっきも言った通り、ワークをする会社もあるけど、説明会が中心のものも多い。ワンキャリアで過去企業がどんなインターンをやっていたかで目的に合致するかを考えて参加した方がいいね。なるほど。勉強になったけど、どうやってサマーインターンって選べばいいの？そうだね。説明する前に注意することがあるから説明するね。企業によって選考スケジュールが違うから注意だよ。だから情報が公開されている場合は就活サイトや採用ホームページで見よう。未公開の場合は過去を参考にするしかない。ワンキャリアの体験談や選考ステップを見よう。ただし、あくまで過去だからスケジュールの変更はあり得るよ。調べてみたけど、場合によっては1ヶ月もエントリーシートの提出締め切り期限違うもんな。え、そんなに？しっかり調べるよ。そうだね。例えばサマーはなくて秋、冬だけある場合もあるしね。これはちょっと調べたものだけど、こんなに違うよ。確かに、デベロッパーは7月とか8月なのに、IT 通信だと5月の場合もあるのか。そうなんだよ。これに注意しながら、サマーインターンを選んでいく方法について話をしていくね。業界から探す。企業から直接探す。選考から探すになるかな。もちろん、働く土地から選ぶなどもあるけれども、大きくはこの3パターンかな。なるほど。確かに、改めて言われたらそうかも。それぞれ、ワンキャリアで例をとって説明していくね。まずは、業界から企業を探す、だね。ワンキャリアで言えば、トップページの企業というボタンから業界を絞ってみることもできるよ。この場合だと、コンサル、シンクタンク業界から IT コンサルで絞ってる感じだね。でもさ、そもそも業界について知らないと探すこともできないね。それはそうだね。その場合は、まずは業界記事や動画を見てみるといいかも。ワンキャリアだと、いろんな業界記事がまとまっていたりするから、見てみるといいよ。そこから、業界から企業を探す感じになるね。でもさ、業界から絞っていくって難しくない？めちゃくちゃ多いし絞れないよ。これは以前説明した内容だけど、興味がある、興味がない、興味があるか迷うの3つに分けて、振り分けていくんだ。確か、振り分ける上で調べるのは3つだったよな。どんな企業があるかを知る。何を誰に、どのように提供しているのかを知る。最後に、どんな仕事をできるのかを知る。この3つを調べて、最終的に興味がある業界のサマーインターンにエントリーしてみるってことか。めちゃくちゃ覚えてるね。さすが。わあ、これの具体的な調べ方とか忘れちゃってる。ノートで振り返るよ。ちなみに、この時は純粋に仕事に興味が出たかで振り分けてね。給料とか福利厚生とかは内定を取ってからの話。いきなり興味があるかないかでそればっかり調べてると何も広がらないからね。確かに無意識で条件つけて絞ってたから振り分けるの失敗してたかも。仕事への興味ね。わかった。で、さっきの話に戻すと、次は企業名から直接探す、だね。これは自分が知った会社を検索窓から調べる感じになると思う。でもさ、企業名知らないから調べるの難しくない？だって自分の知ってる範囲だと視野狭まりそうじゃん。まさにそうだね。例えば企業名から探せないのであれば他の方法から探すのがいいね。選考から探すについても説明するね。これは先輩の声を参考にするのはおすすめだよ。先輩の声？いわゆる口コミだね。ワンキャリアの場合、選考でいい体験をしたのか悪い体験をしたのかを先輩たちが企業の説明会、インターン、本選考で投稿しているんだよ。あ、これ口コミが点数化されてるんだね。そうそう。その点数で絞ることもできる。だから評価が高い選考を見て、そこから企業に興味を持っていくのはおすすめかも。
しかも業界で絞ることもできるんだな。そうそう、先輩の声を見て興味を持つのは全然ありだね。確かに先輩からおすすめインターンって言われて応募したことがあるから、それが見えるってことだね。まさにそうだね。肝心のエントリーはどうやってやればいいんだよ。これは簡単だよ。各企業のページやイベント募集に行ってボタンをクリックするだけだね。もちろん途中入力項目があるけどね。今出ているのはイベント募集の例だね。ありがとう。これで企業を探してエントリーできそうだ。あ、忘れてた。ちなみに他の方法としては、動画で説明会を見て興味を持つっていうのもありだと思う。動画？ワンキャリアでは説明会の動画を公開しているから、イベントに申し込んだりアーカイブの動画を見たりするのはありかも。アプリでも YouTube でも見れるよ。説明会が公開されてるんだ。時間短縮になっていいかも。しかもアプリだとバックグラウンド再生もできるんだな。ラジオみたいに聞くのもありってことだな。そうだね。ながら見とかラジオみたいに他のことをしながら興味を持てるっていうのもいいかもね。その他にはスカウトなんかも有効だね。今までは能動的に動いて探す方法の話をしたけど、企業からのオファーを待つなんて方法もある。それは楽かも。どう使うの？そうだね、ワンキャリアで説明するとマイページに行って通知設定からスカウトを受け取るで OK だよ。これだけでオファーが来るの？もちろんプロフィールは充実させた方がいいよ。同じマイページから活動実績を入力してスカウトを待つことが必要かな。通知設定して活動実績入れておくだけでいいってことだね。そうだね。サマーインターンの調べ方とかは分かったけど、受からないと意味がなくね。どうしたらいいんだよ。そうだね。まずインターン参加までにはエントリーシート、ウェブテスト、グループディスカッション、面接を通過してインターンシップになるという流れは覚えていて、一般的には。うわぁ、これ全部対策しないといけないのか。自己分析もやらなきゃいけないし。待って待って、ちゃんとやるべきことを絞るから。大体の就活生がいろんなことを目的を持たずにやり始めてぐちゃぐちゃになるから、そうならないためにまとめたよ。